世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回お送りする動画は炎の画家ゴッホ耳切り事件についてです。ゴッホといえば誰もが一度は目にしたことのある作品を描いた画家。ひまわりや星月夜などが有名ですね。黄色が特徴で独創的な作品を残したゴッホは炎の画家とも呼ばれますが、その一方で狂人とも言われていました。今回はそんなゴッホのエピソードで最も有名といえる耳切り事件、そしてそれに至るまでの人生について簡単に紹介していきます。ぜひ最も有名な画家ともいえるゴッホの不遇の人生について知ってください。それではどうぞ。画家が描いた絵が死後にその進化を認められ、これまでとは全く逆と言っていいほど価値が上がるケースがあります。生前と死後で最も作品の評価が変わった画家といえば、フランスで暮らしたオランダ人画家、フィンセント・ファン・ゴッホでしょう。ゴッホの作品といえば、ひまわりが有名ですが、この絵の一枚には、制作から100年後、58億もの値がつけられたものもあるほどです。生前のゴッホの作品は、全くと言っていいほど売れていなかったので、このような価格の高騰は、誰一人として想像することはできなかったでしょう。ゴッホは1853年3月30日、オランダ南部の貧しい牧師の息子として生まれました。彼自身もプロテスタントの伝道師を目指しましたが、それに挫折し、20代後半で画家になることを決意します。それを後押ししたのが、ゴッホの数少ない理解者であった弟のテオ。彼が芸術家になれと勧めてくれたため、画家への道を歩むことになったのでした。しかし、思うように絵が売れず、苦しい生活を続けることになってしまったゴッホ。それを象徴するかのような逸話も残っています。1879年、ゴッホはブリュッセルに住む父の友人のもとへ相談に出かけました。しかし、そこを訪れたゴッホを見たその家の娘は、ゴッホのあまりにも不潔な姿を見て気を失ってしまいます。さらに、ここで相談ともてなしを受けたゴッホは、そのお礼にと家族のスケッチをプレゼントしたのですが、その絵を汚いものでもつまむように火に投げ入れて燃やしてしまったとも言われているのです。こうした絵の売れない時代のゴッホを支えたのも画商になっていた弟のテオでした。ゴッホは弟に送金などをしてもらいながら食いつなぐ生活を送っていたんです。それでもモデル代や画材にはお金がかかるため、タバコで空腹をしのぐという日もあったといいます。そんな生活を続けていれば、当然健康状態は悪化し、30代の初めには歯が10本ほどしか残っていなかったといい、見た目は実年齢以上に老けて見えたとも。そんな状態になりながらも、ゴッホは画家で成功するという夢のため、たゆまぬ努力を続けました。1886年には、テオを頼ってフランス・パリへ渡ると、画風に変化が現れ始めます。それは、テオに紹介されたゴーギャンやピサロ、ドガといった印象派の影響を受けたためでした。その後、1888年には南フランスのアルル地方に拠点を移し、さらに明るい色を求めたゴッホは、炎の画家とも言われるように創作姿勢をも燃やしていくことになったんです。アルルへ拠点を移したゴッホは、黄色い家と名付けられた家に部屋を借りて、ゴーギャンを呼び寄せました。キャンバスは原色に近い色彩が見られるようになり、ゴーギャンを迎え入れる部屋に飾るために5枚のひまわりを完成させています。ゴーギャンを喜ばせるために描いたと思われるひまわりには、ゴッホの愛や絆を求める気持ちが込められていたとも。そして、黄色はゴッホにとって気分を上げるための色だったとも言われているんです。ゴーギャンと共同生活を始め、彼を指導者とする芸術家のコミュニティを作ろうとしたゴッホ。この二人はテオの仕送りを頼って暮らし、共同生活のルールも設けていたのですが、2ヶ月も経たないうちに反目し始めました。ゴッホとゴーギャンは芸術に対する考えはもちろん、食の好みに至るまで根本的に価値観が正反対。そして彼といることに耐えられなくなり、ゴーギャンはアルルを去ることを告げます。これがきっかけとなり、有名な事件、耳切り事件が起こったのでした。1888年12月23日、ゴッホは幻覚に襲われ、
路上でゴーギャンに切りかかるも失敗。その勢いで自分の左耳を切り落とし、それをハンカチに包んで馴染みの娼婦に渡しました。これがゴッホの耳切り事件でよく知られた話ですが、実はこの事件については謎が多く残されています。証言もこの出来事から約14年後、ゴーギャンによる自分と口論した後、ゴッホは部屋に戻って自分の耳を切り落としたというものだけ。その他にも精神を病んでいたという説、ゴーギャンとうまくいかず自己嫌悪から切ったという説、幻聴に耐えられなくなり耳を切り落としたという説などなど、様々なものがあります。実は口論となっていたのは小館の近くで、ここの娼婦はゴッホともゴーギャンとも馴染みだったという話もあります。そして最近では護身用の刀剣を持っていたゴーギャンがゴッホと揉めた際、威嚇するつもりが誤って耳を切り落としてしまったとも言われているんです。この事件後、ゴッホの入院先で彼を担当した医師は、左耳はほぼ全て切り落とされ、頸動脈まで傷つけた切り方だったと証言しています。結局ゴッホは事件について何も語らず、これをきっかけにアルルを去り、精神病院へ自主的に入院しています。そして心身ともに限界を超え、燃え尽きる寸前となったゴッホは、耳切り事件から約2年後の1890年7月29日、パリから30キロ離れたオーベールという村で畑の中でピストル自殺を遂げてしまうのでした。本当はまだまだ生きたかったのか、死に対しての恐れがあったのか、ゴッホは頭や心臓を撃ち抜くことはできず、下腹部に弾が入った状態で36時間も苦しみ続けました。そして苦しみ抜いた末、弟テオの腕の中で息を引き取ります。ここで耳切り事件の話に戻りますが、このように死を恐れたゴッホが、いくら精神状態が悪かったといえ、自分の左耳をほぼ全て切り落とすことができたかといえば疑問が残ります。真相はわかりませんが、もしかしたら死でもありライバルでもあったゴーギャンをかばっていた可能性もあるのではないでしょうか。享年37歳、狂気からの発作で自殺に至ったと言われるゴッホの葬儀は、棺に白い布がかけられ、ひまわりや黄色いダリアなど、黄色い花があふれるほど飾られたといいます。晩年になるにつれ画風が個性的になっていったゴッホ。黄色という色は生命の輝きや幸福感、希望の象徴だと言われています。黄色が不安定な精神の救いになる役割を果たすとも言われるのですが、ゴッホは命を燃やしながら、ひまわりにも使われた黄色に救いを求めていたのかもしれません。いかがでしたでしょうか。炎の画家ゴッホの耳切り事件についてお送りしました。狂気に満ちていたと言われるゴッホですが、実はその原因の一つにお酒というものもあったそうです。19世紀末のフランスでは、アブサンという安酒がよく飲まれていたのですが、これはメチルアルコールを使っていたので中毒になりやすく、体や神経をやられてしまう人が大勢いたそうです。今でこそ誰もが知る高額な値をつける作品を残していますが、生前のゴッホの作品はほとんど売れもしなかったというのも皮肉なものです。それでは今回はこの辺で。今回お送りした動画も何かのお役に立てていただければ幸いです。